久保さん。今回、鍵山秀三郎さんにしましょうか。イエローハット創業者っていうね。このイエローハット創業者の鍵山秀郎さんは、この凡事徹底っていうね、言葉を結構使ってたらしいんですよ。僕のね、YouTube 動画でもね、なんかイエローハットの店員になんちゃら言われたっていう動画がね、結構回ってるんですよ。イエローハット。これね、結構回ってるはずなんですよね。はい。イエローハットの店員さんに〇〇って言われました。8000回回ってます。で、イエローハットの社長のセリフ知っているっていう動画が1600回。はい。そう。ありがとうございます。鍵山秀三郎さんのおかげでございます。鍵山秀三郎さんがイエローハット作らなかったらね、この再生数はなかっただろうし。凡事徹底しかないと僕は思うわけですよ。で、凡事徹底すれば、まあ、久保さんが言う通り、参入消費が非常に高くなるなと思いますね。誰もやっぱ真似できないレベルまでやるっていうね。誰もができることを誰もがやらないレベルでやると、誰もが真似できない、領域に達するということですね。まあ、その言葉を続けるとするならば、誰もができることを誰もがやらないレベルでやると、誰も真似できない、誰も参入できない、ステージになるよって話ですね。だから、僕のステージに来れる人はまあまあいないですね。多分、久保さんいないですよね。多分もう 100% 言えるのが、僕のお客さんは僕を超えられないっていうことですね。僕のお客さんは僕を超えられないっていうね。いや、久保さんもね、僕を超えていくっていうのは、難しいと思いますよ。今から。だって僕もやってるんで。もうこの差を埋める。久保哲郎チャンネル何本だ今。まあ一般公開ですよ。まあ限定動画一般にわかんないんで。まあ僕も限定動画いっぱいあるんですけどね。限定動画多分ね、かなりありますけど。久保哲郎チャンネル。久保哲郎チャンネル今1万9000本ですね。で、今僕が2万4000本なんですよ。なんで、開きは4000本ぐらい差があるんですよ。で、この4000本の差を埋めるって結構難しいと思いますよ。まあ、いけるとするならば、久保さんが限定動画を全部一気に一般公開にしたら、まあ、埋められるかもしれないですけどね。でもその公開できないやつもあると思うんですよ。まあ、限定ですからね。だから、この4000本の差をね、埋めるっていうのは、久保さんと僕では多分、僕は、ずっと勝ち続けられると思います。まあもし可能があるとするなら、僕が早死にしてるするってことですね。僕が早死にしたら、久保さんはまあ超えられるけど、僕をね、久保さんは僕を超えられないです。自信がありますね。そう。ただまあまあ人よりやるっていう、やればやった分だけ。なんか、なんすかね、得るものありますよ。まあ、少なくとも僕は得てるんで、得てなかったら自由になんかやってないですからね。まあ、凡事徹底しかないと思うんですけどね。まあ、いつも思うんすけど、ね、僕よりみんな頭いいのになんで、僕より頭いいのになんでかなみたいな。なんで稼げないのかなみたいな。だって頭いいんだからさ。だから逆に頭悪い方が凡事徹底できんじゃないかなって思ったりしますけどね。頭悪いから凡事徹底するしかないってなるんですよ。でも頭がいいと、もっとなんかいい方法ないかなとかね。なんかもっと効率的に稼ぎ方ないかなとか。なんか探し出すんで頭いいからね。もう頭悪いんで、凡事徹底するしかないと。ね。頭悪い奴が成功するためには人よりやるっていうしかないと。だすげえ簡単じゃないですか。人よりやるっていう。頭が悪い奴が成功したい。じゃあ、人よりやるっていう。超シンプルですよね。めちゃくちゃシンプル。
な感じですかね。いってらっしゃい。